じゃーん。キャンドゥで売っているミニ鉄板です。やっとゲットできました。では早速。じゃん。見えますか？バーベキュー用ミニ鉄板で蓋付き。使用方法。使用前に食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗います。次に鉄板を火にかけて油を薄く塗り、から焼きをしてください。鉄板が冷めたらキッチンペーパーなどで表面に残った油や汚れを拭き取ってください。鉄板に油がなじむことで食材がくっつきにくくなります。ということで、早速開けてやってみようと思いまーす。よいしょ。開かない。開かない。開かない。開いた。できません。嫌がってます。出ました。あれ、何ですかね。まだビニールが。開け口はどこかな。ここだ。あれ、開かないです。私には開けられません。硬い、開けられない。あ、よし、開いた。あれ、くっついてる。ヘラですね、ヘラ。やるやつですね。そして鉄板、フィルムがポイッ。手のひらサイズです。軽いです。こうやって持つんですかね。よっ。私が前に使っていた鉄板、どうでしょう。大きさ的にはまあでも似てるかな。お肉は焼ける部分は同じくらいの大きさですかね。全体的には一回りこっちの方が大きいかな。ではでは、まずはこちら。えい。275。そしてこっち。えい。130です。だいぶ違うんですね。洗ってまいりました。ではシーズニングしましょう。よし。まずは鉄板。色が変わってまいりました。
鉄板の次にこれ、持つだけだったら必要ないのかもしれないですけど、ヘラでこう使うんだとしたら先っぽやった方がいいみたいなのを見たので、これも熱くなっちゃうかな、熱くなっちゃうよねきっと。いいかな、いいかもいいかも。よしよし、ではでは、まずは油、じゃーん、よし、ふっき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 、こんなもんでいっか、完成。パカッパカッ、これに固定燃料、この上に先ほどの鉄板を乗せまして、この鉄板でこのお肉を焼いてみようと思います。3割引きお得でしょ。キャンドゥさんでちっちゃいトングも買ってみました。これでお肉は落としません。ではお肉、あー燃えた、やっぱり燃えた、燃えてる燃えてる燃えてる。ではひっくり返します。せっかくの肉だから早くしなきゃね。私の大好き赤い鶏肉、辛口、さあ急げ、パパパ、あ、あっちあっち、よし、あっちあっちちちち、あっちな、ダメだお箸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 、やっぱりお箸お箸がいいな。いただきます。